どうも、持田コシヒカリです。皆さんお元気ですか？最近寒くなってきたので風に気をつけてくださいね。今日は、よく質問で聞かれることがあったもちちゃんの普段履いているスカートを見せてほしいという視聴者さんのお声にお答えしまして、今日はもちだが持っているスカートを、紹介したいと思います。もう売ってない品番とかもあるかもしれないんですけれども、似たようなやつとかもそのお店には置いてたりするので、そういうの参考にしてください。はい、ということで早速スタート。涼しくなってきたとか言いつつ、もう思いっきり扇風機回してる私。質問が来たりするので先に答えるんですけど、このトップスは自由です。自由購入品紹介で書いてます。まずは私が愛してやまない、ラビアンジェさんのスカートです。ラビアンジェさんのナロースカートっていうのかな、ちょっとシャカシャカ素材のスカートです。かわいい。これなんか夏のセールかなんかでめっちゃ安くなってたんですよ。こちらね、バイカラーナイロンスカートなんですけど、7920円のやつが3168円になっていて、私はそれのグレーはあと 4L しかない。これグレーです。で、他にブラックとネイビーがあって、ブラックとネイビーはまだ LL、4L とかは残ってる。ブラックだったら 3L 残っている。はい、こちらの商品なんですけど、私は 4L にしたかな、確か 4L にしたと思います。 4L でチャリはちょっとパツパツだった。だからチャリ乗る人はこれで乗らない方がいい。このスポーティーだけど、意外と生地はここ、もう足はここまでしか広がんないので、チャリはねもう結構大変だって。でも別に普通に座ったり普通に生活してる分には全然その苦しさとかはないんです。丈感は長めです。やっぱり今年ね、なんかこういうスポーティーなデザインがすごく流行っていますので、はい、なんか一着そういうスカート欲しいな、ナロースカート欲しいなと思って買ってみました。後ろにスリットが入ってます。夏だけかなと思ったんだけど、全然秋でも冬でもなんかオールシーズン履けそう。春先なんかも全然履けそうだなと思ったので一着買ってきました。マジでありがたい。セールすごく安い。そう、そしてラビアンジェさんのそれこそそのセールでまた私もう一着スカート買っていたんですけど、はい、こちらもラビアンジェさんのスカート、これもちょっと長めなんですけど、まあ別にいいかなっていう感じです。タイトスカートばっかり持ってるかも。もう形、私多分タイとかひらひらか、逆にそれ以外のスカートって何？フリーツか。フリーツは今年ユニクロか GU のやつを買おうと思っているので、購入品紹介を楽しみに。ラビアンジェさん他にも商品あって、大概サイズ感は一緒かと思いますので、そのサイズ感はぜひ参考にしてください。で、ラビアンジェさんもう一個は、これは多分普通に前も紹介した、これはね、残像スカートお腹の残像スカートです。花柄になっている残像スカートちゃんですかわいい。これよく衣装とか着ています。フレアなトップス合わせれば消えるので、残像も。これは布なのでよく伸びるので、多分これだったらチャリも焦げると思う。基準のチャリ焦ぐって私さ、何なんだろうね。こちらはシーンでございます。はい、超かわいい。なんか本当このタイプのスカートは本当に買った方がいい。これ 1XL です。これカラーバリエーションがめちゃめちゃあるんだよ。これはホワイトかクリームだった気がするんですけど、紫っぽいのも前持ってたし、黒もあるし、なんか黄色だったのもあった気がする。嬉しいのが、まあ、丈感が全然長くない、すごくちょうどいい丈、ロングスカートのこのちょうどいい丈感っていうのも、この商品はヘビロテです。ただすごく透けます。今黒のやつ着てるんですけど、これたまに私そのペチコート履き忘れて仕事行っちゃう時とかあって、その時マヨクソパンツ透けます。ティーバッグとか履いた時はもうほぼ何も履いてないように見えます。白のスカートって1着持っておくと本当に楽。
白と黒のスカートは1着ずつ持っときゃ、ぶっちゃけスカートってそれだけでいいんじゃねって正直なんか思う。ルオシーさんのトラックジャケットです。こういったなんか今流行りのあのカジュアルなトラックジャケット、どこでも今トラックジャケットを知るほど置いてあるんですけど、ロシーさんのトラックジャケットはその袖にリボンもついてるし、まず水色っていう色味がもうあのキャワなので、全然甘さ足せば足すほどより可愛くなるって感じなんですけど、このトップスがもっとスポーティーな方のトラックジャケットと合わせると、よく言う甘スポーティーみたいな、よく言わんわ初めて使った、甘スポーティーみたいな感じになって、すごく可愛いです。私昔はさ、やっぱ黒ばっかり買ってたんだよね。スカートだ、黒のスカートを4着5着持ってて、なんかこれ意味ないなと思って、このスカート、白のスカートをなんか着るようになったら、やっぱこうでもなんかすごく幅がまた広がって、もうこれは多分週6ぐらい履いてます。ほんとスタメンで、もう一人スタメンがいるんですけど、それもこちらのシーンなんですけど、このスカートもあのここがこうダンダンダンなってて、下がヒラヒラになっている、なんかこうほんとフラメンゴってやつみたいな、あの広がりのある動きのあるこの動きができるスカートっていうのも、これもすごく助かってます。先ほどルーシーさんのトップス紹介なんかしたんですけど、こちらルーシーさんのスカートも1個実は持ってまして、ザ・ルーシーさん、なんかアイマルちゃんの可愛さがもう飛び出してるような、飛び出てるにじみ出るこの可愛い感じの、このチェック、銀ガムチェックのスカートがどうしても欲しくて、ちょっと買ってみたんですけど、めちゃくちゃ可愛い、形がすごい可愛い。ただこれ 3XL にしたんですけど、ちょっとミスった、少し中のこの中生地がここがパツパツだった、ここがだ、これチャリこいだ時にはち切れそうになる。多分今ローシーさんもセールすごくやってたり、安くなってたり、あとZOZOタウンも始まったみたいで、そう気軽にこう選べるようになったので、ぜひチェックしてください。これとこれ合わせちょっと私水色の推し面カラーになっていいかも。超水色ちゃんでもなんか異素材っていうか、ギンガムチェックとトラックジャケットだからさ、同色で着ててもめっちゃ可愛いね。ヘッドホン、こういうヘッドホンつけたい、イヤホンじゃなくてエナジードリンク系を片手に飲んで歩きたいです。今狙ってるのはチェックのスカートと、あとプリーツスカートを1点ずつ欲しいなと思って、びっくりした、ご覧が金玉かと思ったびっくりした、ちょっとやそんな感じです。今日はね、お気に入りのスカートを紹介させていただきました。もう一個お知らせがありましてですね、駆け抜けて軽トラがですね、なんとバスツアーをやることになったんですバスツアーをやります。行く場所が山梨のぶどう狩りとバーベキューとコンポート作りを体験しに行くっていうバスツアーとなっております。定員が、最低定員が30人なんですけど、30人満たなかった場合は中止となります。悲しいよ。駆け抜けて軽トラ一組だけの、特別なバスツアーです。やるの初めてなのね、バスツアー大丈夫かなって人集まるのかなっていう不安が今すごくありますけれども、まあ単独ライブやらない代わりにね、ぜひバスツアーはぜひ来てほしいなって感じなんですけど、初めましての方でも何度目ましての方でもぜひ来てくれたら嬉しいです。朝9時新宿発、18時半ぐらいに新宿着の、バスになっております。本当に楽しい、写真も撮り放題だし、もうもし行くって確定してて、事前に言ってくれれば、持ち場の服欲しいよって人はあげます
あげます。はい、せっかく直接ね会って直接渡せるんで、はい、それは言ってください。バスツアーの詳細は概要欄の URL もしくはコミュニティ私たちの X インスタグラムもチェックしてください。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。バイバーイ。